エイコさん、どうしたらこの子の記憶の鍵を解くことができるの？ある図形がその鍵になっているの。彼にその図形を見せればサブリミナルロックが解かれるはずよ。図形？ひょっとして歩みが無理やり見せられてたやつ？そう、ここにメモしてあるわ。これを彼に見せてみて。エイコさんはどこでこれを？捜査の過程で手に入れたのよ。いいから早くその子に。こうして見ると何の変哲もない図形なのだが。宮沢君、ちょっとこれを。何？どう？何か思い出した？陰陽道に奇妙せよ。そう導くは陰陽に記されしくじなり。おしまい？お腹すいた。何なの？なんだ今のは。なんか怖かったです。陰陽道って言ってた。それって中国の古い星占いじゃなかったっけ？ええ、実際には占いといっても思想や宗教といった雰囲気に近いけど。それにしても陰陽道のくじって何のことかしら。ねえ物知り坊や、あなたもしかして知ってたりしない？任しといてよ。忍者が精神統一のために唱える9文字のことだよ。どんな9文字なの？教えてくれる？まあここで言ってもしょうがないから後でね。せっかく記憶の封印が解けたってのに。何やってるの？え？ああ、警察の応援を呼んでるのよ。あなたたちを保護してもらわなきゃね。宝物はどうするの？探しに行かないの？何言ってるの？あなたたちは遭難者なのよ。あとは私たちに任せて。参ったわね。こんな時に無線機の調子が悪くなるなんて。おい、みんな。なんだよ。今のうちに俺たちだけで宝物を拝みに行かないか。だから今のうちなんだよ。警察が来たら俺たち問答無用で連れてかれちまうぜ。
今までずいぶん苦労したろ。ここまで来て財宝を拝まずに帰れるか。面白そうじゃん。俺は乗ったぜ。私もコナン君がそう言うなら言ってもいいわ。あ、僕も行きますよ。宮沢君、君にも一緒に来てほしいんだけど。え、どうして？悪いけど、ここは俺の言う通りにしてくれないか。うん、わかった。こいつがあの岩戸を開く鍵になるわけか。しかし困ったな。石をはめ込みゃいいらしいってのはわかるんだが、肝心の石が足りねえ。9文字分あるはずってことですか？なんだよその9文字って。お前ボートのって何聞いてたんだよ。忘れてた。あのね、あの船室でこれ拾ったんだ。あゆみ、これもしかして使える？ああ、バッチリさ。
とこに出ちまったな。ねえ、なんか飛んでるよ。鳥？コウモリ？渡ってる最中にぶつかってこられたらヤバそうだな。と言って、道は他になしか。ただ、あの飛んでるのは探知機に反応してる。うまく避けながら渡れるかもしれない。じゃあね、思い切っていくぞ。